Hello and welcome to a special presentation from the Wilson Center's Asia program, an exclusive interview with former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. He'll be speaking with Asia program Japan scholar Yuichiro Hanazawa, who is with the Wilson Center thanks to support from the Sasakawa Peace Foundation of Tokyo. And now, here's Yuichiro with Prime Minister Abe. Hello, everyone. I am Yuichiro Hanazawa, Visiting Fellow of Asia Program at Woodrow Wilson Center. Today, I will be talking with former Japanese Prime Minister Shinzo Abe regarding a wide range of international issues, including Russia, China, Taiwan contingency, and also Japan-US alliance. 安倍さん、今日はお時間本当にありがとうございます。お忙しい中、よろしくお願いします。はい、まずですね、ウクライナ危機の関連からお話伺わせていただきます。今回のウクライナ危機を通してですね、まあ、日露の関係、まあ、これまでとはかなり違うものになったかと思うんですが、今後日本はですね、ロシアとどう向き合い、どういうふうに関係を築いていくのか、そして北方領土の問題、どう取り組んでいけばいいとお考えでしょうか。日本はですね、中国、そしてロシアと海を通して国境を接しています。両国とも、いわば軍事大国であり、軍事力を増強している。例えば、防空識別圏にロシアも中国もですね、侵入が行われておりますので、日本の航空自衛隊は中国とロシア、両方に、スクランブルをしなければいけない、そんな国を恐らく世界にはないんだろうと、こう思います。その中で、日本はロシアと、平和条約をこう締結できていない、それは、領土問題があることであります。そこで私は、悲願である4島の問題、4島の帰属問題を解決をして、そして平和条約を締結をする、そのことによってですね、日本の平和と安定をより確かなものにしたいと、こう考えたわけでありますし、それと、中ロがですね、連携する状況を変えることができないと、そう考えたわけであります。そこで、プーチン大統領と27回首脳会談を行いです、シンガポールでは、合意まで行ったんですね、56年のですね、宣言をですね、基礎に、平和条約交渉を進めるというところまで行ったんですが、なかなかその後停滞をしてしまいました。でこの事態、状況に、なった中においてはですね、残念ながら平和条約交渉、また4島の問題を解決する交渉についてはですね、見通しができないということになってしまったと思います。今後プーチン大統領と果たして交渉ができるかどうか、これには大変な疑問符がついてしまったということではないかと思います。その疑問符がついた中で、何らかの糸口を探していくしかないということになるんでしょうか。まずはこの事態が沈静化しないとですね、ロシアが今行っているウクライナへのですね、侵攻を止める停戦、何らかの外交的な合意が行われなければですね、そして国際社会がどう、ロシアと、に、対応していくかという基本的な方針、例えば G7 においてですね、それが決まっていく中において、日本とロシアの今申し上げました平和条約交渉をどうしようかという、再構築になっていくんだろうと思います。なるほど。先ほどお話ありました、日本の安全保障環境非常に厳しいというお話でしたけれども、今回のウクライナ事態を通じてですね、NATO というものに注目が集まって、そしてアジアにも、アジア版の NATO のようなもの必要じゃないかという声、再び上がっていると言えると思うんですが、このアジア版 NATO、ヨーロッパとアジア状況かなり違うので、簡単ではないんだと思うんですが、アジア版 NATO について安倍さんはどんなお考えでしょうか。よくそういう話をされる方がおられるんですが、NATO を構成する国々とですね、アジアの国々は相当、違うんですね。いわば、
NATO においては、まあ、基本的に、まあ、EU 以外のトルコとも入っておりますが、まあ、EU 中心にでした、にした、まあ、相互防衛条約を、まあ、結んでいるわけですね。米国を中心に。しかし、果たしてそれが、アジアで可能かといえば、残念ながらそういう状況にはないわけで、ありました。まあ、そもそも、ヨーロッパで、NATO が設立をされた背景というのはですね、当時米ソの冷戦構造自体であり、激しく相対峙していつ熱戦に変わるかという中における危機感の中でですね、自由主義陣営が固まったということなんだろうと思いますが、しかし、アジアにおいて、では、その対象はどこかということになってくるわけですが、例えば中国はですね、軍事力をこの方、まあ、30年間で43倍に増やしていますが、ただ、多くの国、日本もそうですが、にとってですね、最大の貿易相手国でもあります。ですから、ASEAN の国々もですね、非常にこの、例えば、中国との、あと中国、そして米国との間においてですね、バランスを取ろうとしている中においてですね、この政治的にですね、NATO のようなものを作っていくのが、なかなか難しいのではないというふうに思います。なるほど。そしてまた今回のウクライナ危機に対する、まあ、日本政府の対応なんですけれども、まあ、これまでになくといいますか、これまでよりもかなり積極的に、まあ、こういう国際問題に関与していく姿勢見せていったと思うんですが、まあ、これはそのなぜなのか、そして、こういう姿勢積極的に、関与していく、あるいはリーダーシップを発揮していくというこういう姿勢はですね、今後も続いていくということなんでしょうか。このウクライナの出来事はですね、決して、私たちにとって、一言ではない、対岸の火事ではないということなんですね。ウクライナで起こったことが台湾で、起こるかもしれないという我々危機感を持っています。その時やはりそれを未然に防ぐためにもですね、今回国際社会が一致してロシアに対して厳しい声を上げていく、あるいは厳しい制裁をしていくことがですね、アジアで同じことが発生することを抑止していくことに、防いでいくことにつながる、そう我々で考えたわけであります。なるほど。まあ、だからこそ日本も厳しい姿勢を見せれば、まあ、今回の事態だけじゃなくて、まあ、日本の安全保障にも大きく関わってくるということ、まあ、そういうことですね。今ここで日本がそうした姿勢を示さなければですね、ではアジアにおいて、日本が国際社会に対してリーダーシップを発揮できるかといえば、そうならないんだろうと思います。アジアにおいてしっかりとリーダーシップを発揮をしていくためにも、日本がここでですね、指導力を見せなければいけないと、岸田総理はそう考えたんだろうと思います。なるほど。まあ、その岸田総理も安倍さんからかなりアドバイスもらっていますというようなお話、まあ、ウクライナ危機の対応についてですね、ありましたけれども、やはりかなり、いろいろ提言されたんでしょうか。まあ、いろんな情勢分析やなんかについてですね、お話もさせていただきました。提言ということは、まあ、ということのことはですね、私はあまり、総理に対して、しない、ようにしているんですが、ただ私の考えなりはですね、述べさせていただきました。なるほど。で、まあ、そのご指摘あった中国についてなんですが、まあ、ワシントンでもですね、中国に対する危機感、まあ、非常に高まってまして、もう過去もう数年前とはもう比べ物にならないぐらいの、まあ、雰囲気なんですね。で、まあ、その中国表面化しているもので言っても、まあ、拡張主義ですとか、まあ、ウイグル、チベットなどでの人権問題、それから、まあ、世界に中国の影響力を広げていこうという動き、さまざま表面化しているものがあるわけですが、安倍さんはこの中国の問題の根本というのはですね、どこにあるというふうにお考えでしょうか。まあ、例えばその、民主主義ではないとか、あるいはそのリーダーの、まあ、そのリーダーによるんだとか、あるいはそのまあ、長い歴史的なその思想、中華思想というものを考えていらっしゃるのか、どう見ていらっしゃいますか。まず
現在の体制の根本的な問題はですね、共産党の一党支配であるにもかかわらずですね、市場主義経済を導入していることなんですね。共産主義というのは結果の平等ですから、能力のある人が能力に応じて働き、必要な人が必要に応じてですね、分配を受けるという社会を作っていかなければいけませんが、市場主義を導入していますから、当然貧富の差は大きく出てきていますね。しかし一方、共産党の一党支配は残っている。その正当性の支える柱というのは本来ですね、必要な人が必要なものを受け取れるという社会を作っていく、そういういわば彼らの主張する平等な社会を作っていく、これが正当性なんです。ではその正当性を担保するのは何かといえば、これは2つあると思うんですね。1つは、とにかく経済をどんどん成長させて、去年より今年、昨日より今日の方が豊かになっているだろうと、ここを実感させることですね。もう1つはやはり、中国人としてのですね、誇りを満たしていくということなんだろうと、思います。その上においてですね、例えば台湾の併合、彼らの権益の拡張ということもあると思います。同時にもう一点はですね、残念なことにいわば彼らは反日教育をずっと行ってきたんですが、いつでも軍国主義化する日本から守ってきたのは中国共産党だという、そういう考え方で実は歴史教育的にはですね、貫かれているんですね。戦前日本が戦った相手は国民党ですが、彼らの歴史においてはですね、中国共産党が、中国の国民を守ったんだという、そういう歴史観を植え付け続けながらですね、彼らが、政権の正当性を確保しているわけなんです。ですから残念ながら、日本と中国の関係が深まり、貿易関係もですね、どんどん発展していく中においても、反日教育は残念ながら終わらないということになっています。そこで、ただ問題点はですね、彼らの経済成長と、あるいは拡張主義、反日的な行動は矛盾していく可能性が出てきてはいるんですね。日本は、彼らにとっても大切な貿易相手国、日本の投資を彼らは必要としています。雇用を作っていく上においても、あるいは、国際社会の一員として、彼らは WTO に入ってからですね、どんどん経済成長しまして、ですからその国際社会の一員として、ルールを守る存在として、彼らは経済成長してきたわけはずですね。でそこに当然矛盾は存在、矛盾が出てくる可能性があるんだろうと、思います。中国人の誇りを満たすという意味においてはですね、今おっしゃった、かつての、中華思想ところが相、混じっているというところもあるんだろうなと思います。なるほど、はい。でその、中国に対する危機感、アジア、アメリカだけではなくてヨーロッパでも高まってきてきました。そのこういうその世界全体が、水位がですね、危機感の水位が上がってきてはいるんですが、では私たちはその中国、対中国政策において何をゴールに、何を目指して、こう対策を考えて対応していく、その何をゴールにすればいいのかというお考えございますか？まず経済においてはですね、発展していく中国というのは日本にとっても世界にとってもプラスだと思います。しかしもちろんそれは彼らがしっかりとルールを守っていくということを前提にしなければいけません。ですから我々も一帯一路、彼らの一帯一路という考え方についてもですね、ただ拒否するのではなくて、例えば4つの条件を出した、開放性、透明性、経済性、債務の持続可能性等の4つの条件を出し、質の高いインフラを作っていきましょうねということを出した上においてはですね、協力すべきところは協力していくという姿勢を取った。最初は、彼らも強く反発をしていましたが、最終的に、G20、大阪の G20 においてはですね、彼らもそれに賛同してきました。しっかりとそれを彼らが守っていくかどうかというのは見ていかなければならないんだろうと、思います。ですから、
彼らを封じ込めることはできませんから、かつてのソビエトと違いますからね、関与しながら正しい方向に導いていくということが大切な道ではないか。でもう一点、安全保障においてはですね、やはりバランスを取ることが大切であって、彼らの軍事力に対してはですね、抑止力足り得るですね、力を私たちも獲得しなければいけません。日本自身もですね、防衛力を強化していく努力を進めなければいけないと思いますね。ドイツも 2%、GDP 比 2% という目標に向けて、防衛費を増やしていくという決断をしました。日本もですね、同じようにやはり、防衛力を強化していく、しっかりと予算を確保していくことが大切だと思います。それと、日米同盟をですね、さらに同盟を強化しながら、またクワッド、日米豪印、こうした枠組みの中においてもですね、安全保障の分野においても協力を深めていく。さらには、自由で開かれたインド太平洋構想に賛同する同志の国々、イギリスやフランスやドイツ、等々ですね、このインド太平洋の海域に、軍事的なプレゼンスをしっかりと、増やしていただく、コミットメントを強化してもらっていくことによってですね、バランスを、取っていくということがですね、抑止力につながっていくと、思います。はい、その軍事という面で言いますと、アメリカでも一番心配されているのは台湾有事なんですよね。台湾に対する中国の軍事侵攻が、非常に強い懸念を持って議論されているんですが、その中国が軍事侵攻を台湾に対してした場合にですね、それは日本にとってはどういったものに当たるのか、これは存立危機事態に当たるというふうにお考えでしょうか。台湾は日本の領土である与那国島からです。110キロしか離れていません。そして、もし中国が台湾に侵攻をするということになるとですね、彼らは空域を支配しよう、国有制を支配しようとしますね。その空域は実は当然ですね、日本の領土、領空、領海のに入ってくるわけで、あります。そこで事態が起こればですね、まずは重要影響事態、平和安全法制上の重要影響事態にはなるんですね。その、中において、日本は重要影響事態になれば、米軍をですね、支援することがですね、後方支援することが可能となります。その中で、米軍に対する攻撃が行われたらですね、これは存立危機事態に発展していく可能性というのも十分にあり得ると思います。それはその時々の状況においてですね、判断するわけです。なるほど。存立危機事態になれば、今度はその日本の自衛隊がアメリカ米艦防護ということで、アメリカの艦艇を防護する、つまり一緒に行動するということが可能、法律上可能になるんだと思うんですが、例えばアメリカの空母打撃軍が台湾近海に向かっていると、そこで存立危機事態だと日本政府の国会が認定しましたという場合には、やはり日本の護衛艦、その台湾近海にいるアメリカ軍のところまで行って防護する、行動を共にするということが必要だというふうにお考えでしょうか。米艦防護の任務について言えばですね、それは重要影響事態や存立危機事態でなくても、平常時においてもですね、平和安全法制において、米艦防護ができます。現在も米艦やあるいは米国の航空機を日本の航空自衛隊や海上自衛隊がですね、防護任務を担っています。そこでしかし攻撃が発生すればですね、当然重要影響事態を超えて存立危機事態に発展していくというふうに考えられると思います。はい、そう2015年安倍政権の時代に、まさにその安保法制整備されまして、自衛隊の能力装備もですね、かなり充実してきました。つまりそのいろいろ準備の面ではだいぶこう整いつつあるのかなと思うんですが、一方でですね、
今おっしゃったような話、これはメディアの責任もあると思うんですが、日本国民全体に、そういう認識が果たしてあるのかと、つまり台湾有事というのはこういうことがあり得て、その時には法律上は自衛隊がここまでできる、で実際にはこういうことまでやることになる可能性があるんですよという認識がですね、日本の社会に十分なんだろうかという疑問があるんですが、だからこそ安倍さんいろいろその活発にご発言されているのかなと受け取っているんですけれども、この点いかがでしょうか。やはり、遠い国の出来事ではないということをですね、認識しなければならないんだろうと、思います。先般も与那国島のですね、長所さん、私の部屋に来られたんですが、与那国島では、相当の危機感を皆さん持っておられます。いざというときに、どのようにエバキュエーションが行われるのかということについてもですね、しっかりと考えてもらいたいという話も、伺いました。もちろんこれは、政府においてはちゃんと検討しているんだろうなというふうに思いますが、それぐらいも日本の目と鼻の先であり、当然侵攻が起こればですね、日本の海域にも及んでくるという認識を持たなければいけないと、思います。なるほど。その国民の理解認識という面でですね、その事前に十分その認識が広がっていないと、いざという時に、法律上はできるんだけれども、国民が世論がびっくりして、そんなことするんですかっていう反応になった時に、実際政府が決断できなくなる可能性があるんじゃないかと思うんですが。ですから前もってですね、議論していく必要があると考える、私もですね、いろんな場で、台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事であるということをお話をさせていただいているんですがね、これはやっぱ日米でですね、共有しなければならないわけですね。その中で例えば米国が今、戦略的曖昧さという立場を取ってますよね。ストラテジックアンビグイティの政策を取っているんですが、このままで果たしていいのだろうかという議論が米国でも行われていると思います。実際に戦いが始まってですね、加入していくというのは最悪のことであって、事前にですね、やはり抑止をしていく、米国が介入してくるんだったらそんな戦いを始めなかったということにならないように、最初からですね、これは米国の関与を明確にする時期が私は来たというふうに思います。なるほど。アメリカもじゃあもう、曖昧政策はやめるべきだと。この曖昧政策はですね、武力介入するかもしれないと思わせて中国を抑止をし、一方介入しないかもしれない、介入しないこともあるんだと、例えば急進的な台湾の独立派を牽制するという、政策的な、意義を持っていたんだろうと思いますが、今、そういうすでに、状況ではなくなりつつあると明確に示していくことが大切なんだろうと思います。台湾においてもですね、基本的には、ステータスコー現状維持派が多数を占めている中においてはですね、その暴走をそれほど心配する必要はないのではないかと思いますね。もう一度その日本の国内の議論の話確認したいんですが、台湾近海のアメリカの艦艇の防護に日本の護衛艦が出るということについて、まさに戦争に巻き込まれるという言い方もあり得るかと思うんですが、それについて国民的な理解というか合意というのは得られるとお感じでしょうか。そこはですね、いわば大切な点なんですが、そうした事態を起こさないようにするにはどうしたらいいかということでまず議論する必要があるんですね。そのためにはですね、そのためにはやはり米国と日本がそれはしっかりと対応していくということになればですね、中国は手を出すことを当然ためない、手を出さないということになっていきます。で、米国も日本もですね、これは
傍観するという立場を取ればですね、そこはもしかしたら、統一のための武力行使を行うかもしれないという事態になっていくんですね。ですから、だからこそですね、明確に立場を示していく必要があるということでですね、国民的なコンセンサスを得なければいけないんだろうと、思います。で、今度、平和安全法制の時にですね、戦争に巻き込まれるという議論がありました。しかし今度のウクライナの事態を見てですね、ウクライナが NATO に入っていれば、これはおそらくロシアは侵攻しなかったですね、間違いなく。バルト三国はるかに軍事力が小さい国にも手は出せていない。それは NATO の一員だからですね。つまり、この集団的自衛権を行使し合う国の中に入っていけばですね、巻き込まれるどころか戦争にならない、攻撃を受けないということになってくるから、みんな NATO に入りたいと、こう言ってくるわけでありまして、最強の軍事力を持つ米国がその中に存在することであります。日米同盟もそうですね。そこで、平和安全法制によって集団的自衛権が行使でき、絆が強化されることによって日本はより安全になっているということに対する理解は今広がってきていると思います。その上において台湾とはですね、米国は同盟関係にはありませんが、台湾関係法というものもありますが、同盟関係ないというところにおいてですね、そこで対応むしろ見余って中国がですね、武力行使をするということがないようにすることが大切なんだろうと思います。なるほど。まさに今、抑止力というお言葉ありましたけれども、先日、核シェアリングについて、日本ももっと議論していくべきだと、議論をすべきだという、ご指摘あって大変話題を呼んだんですが、議論すべきだというご指摘は分かるんですけども、その核シェアリングそのものについての安倍さんの評価というのは、やはりこれは抑止力を高めるものであるというご認識なんでしょうか。議論すべきだと申し上げたのは、日本人の多くもですね、国会議員自身も、この NATO の核シェアリングという仕組みを、知らない、ご存じないんだろうと思います。ですから、私が申し上げたのは、世界はどのように安全が守られているのかという現実についてですね、議論することをタブーしてはならないということで申し上げたんですが、ヨーロッパは、NATO はそういう選択をしたということをですね、我々しっかりと認識をしていく必要がある。それはまさに抑止力を高めるために、そういう、手段をですね、彼らは取ったということだと思います。で、一方、日本がそれが可能かといえばですね、それは大変ハードルが高い話であってですね、非核三原則もありますし、この非核三原則ができてきた、重たい歴史もありますから、しかし同時にですね、今この世界の状況の中で、具体的に例えばロシアが、戦術核の、を利用するかもしれないという脅かしをする。だから、これは国連のアンプレの理事国が行う、常任理事国が行っているわけですから、その深刻な事態にですね、直面する中において、我々は例えば核の脅威から、どうやって国民を守るのか、あるいは国の尊厳を守るのか、ということについては、議論しなければならないんだろうと思います。その議論の中で、例えば、拡大抑止、という中で日本は米国の核の傘のもとにいるわけでありますが、この核の傘が具体的にはどのように機能していくかということについてもですね、考えていくことにつながっていくのではないかと思います。形として、ということは具体的に例えば NATO と同じような形がいいんじゃないかとか、また別の形、こんな形がいいんじゃないかっていうような具体像が頭の中に終わりというわけではないんですかね。まだその具体像というところまではですね、とてもまだその日本の理論はそこまでいってませんから、まずはどういう、ものなのかということをですね、認識していく、段階だろうと、
その上でいろいろと研究していく段階だろうと思います。中国の対するの危機感、非常に高まっているという話ありましたけれども、そうした中で、尖閣諸島について考えますと、中国から尖閣に対する圧力というのは、長期的に見てずっと右肩上がりで強まってきているんだと思うんですね。これに対して日本はどう対処していくべきなのか、現状のままやっていって果たして大丈夫なのか、この点どうお考えでしょうか。ずっと尖閣に対する物理的なですね、調整は続いています。領海に定期的に中国の公船が侵入を繰り返しています。その回数、頻度、あるいは隻数ですね、も増加傾向にあるんですが、当然、日本はここで、現場で確固たる決意を示さなければいけませんから、日本側はそれに対応して圧倒的な数でですね、尖閣を守っています。これは海上保安庁の皆さん、非常に大変な努力をしていただいておりますし、これで、安倍政権においても予算も人員もですね、相当増加をいたしました。ここではですね、むしろ、しっかりと私たちの意思を現場で見せていくことが大切だなと思っています。それと同時にですね、そこで、予期しないですね、衝突が起きないようにですね、お互いにしっかりと連絡するメカニズムはですね、構築をしなければいけないという呼びかけもしてまいりました。同時に私も習近平主席と首脳会談をする際に、尖閣を守り抜くというですね、私たちの覚悟を見誤らないようにしてもらいたいということははっきりと申し上げています。ですから尖閣については、物理的にしっかりと、我々もですね、抑止をしていくということ、そして私たちの覚悟を伝えていくことが大切だろうと思っています。またちょっと台湾の話に戻るんですが、中国が台湾に対する軍事侵攻する、その可能性というんですか、これはいろいろ人によって、そこまではやらないだろうとか、いやいや、もういつやるかわからない、いろんな見方あるんですが、安倍さんはどれくらい、その危険性見積もっていらっしゃいますか。まず、例えば、南シナ海においてはですね、九段線を設定してですね、九段線の中の海をですね、岩礁等を要塞化してしまいましたね。軍事的な施設にはしないというふうに述べながら、実態としてはですね、軍事用のですね、滑走路、格納庫を作り、軍用機を配備をしているという大きな現状変更が行われてしまいました。そこで、台湾でありますが、彼らは台湾は中国の一部だという姿勢を取っていてですね、ロシアとウクライナの関係とは違うという立場を取ってますよね。それと同時に台湾は国際社会の中で国家として、ほとんどの国で承認されていないという状況にあります。もちろん国連の一員でもない。そこはウクライナと大きく、違う点なんだろうと、思います。しかし果たして中国がですね、先ほど申し上げましたように経済的な大きなダメージを受ける中で本当に軍事侵攻するのかということだと思いますね。ですがそういう意味においては中国政府はですね、そうした決断は何一つしていないんだろうと思います。していないということはですね、やらないということを決めたわけではない、もないわけですね。ただ実際にはどういう彼らはことを考えているのか、具体的にですね、といえば、多くの死者はですね、いくら何でもいきなりですね、上陸するということはしないだろうと。しかし、実際に大規模なサイバー攻撃をし、情報戦、宣伝戦を仕掛ける中で、台湾の中においてですね、政権を不安定化させる、社会を不安定化させる中においてですね、台湾に属する、他の小さな島嶼をですね、取っていくということから始めるかもしれない。その様子を見ながら判断をするかもしれない。
いろんなケースが起こりうるんだろうと思いますが、大切なことはそういうことを起こさないことがですね、大切であって、そのための抑止をですね、しっかりと、機能させていくことが今求められていると思います。なるほど。そういう、中国に対する危機感が、高まっていることで、日米同盟というものは、非常に、地域にとっても日米双方にとっても価値が高まっているんだと思うんですね。ただ、過去歴史的には、その価値というのは、上がり下がりがあったんだと思いますが、今後ですね、この日米同盟というものをどういうものにしていくべき、世界にとってどういうものであるべきとお考えでしょうか。日米同盟はですね、今やこの、世界における日米同盟になったんだろうと思います。平和安全法制によって日米が共に助け合える、これは日本を守るためという目的ではありますが、助け合える同盟に変わりました。絆は一層強くなった。米国の上下両院合同会議で、日米同盟は希望の同盟だとこう申し上げました。普遍的価値を共有する、そして、経済力によって世界第1位と第3位の、同盟関係ですね、であるからこそ、世界のさまざまな出来事に対して、協力をしながらより良い世界を作っていくために愛と愛対処していくという同盟でなければならないとこう思います。もちろん、国が違います。国益が相反することもありますよ。しかし、世界秩序を守って、普遍的価値を、守り、そしてできるだけ、定着をさせ、拡大させていく、いろんな共通の目的においてですね、日米同盟が力を、協力して力を発揮していく、ことが求められる場面はですね、これからも多くあるのではないかな、できる限りそうした、期待に応えていくべきだろうと思います。なるほど。やはりその日米同盟という価値をさらにこう高めていくんだということですよね。例えば今回、今それは大きな視野で申し上げましたが、日本だけのことを考えてみてもですね、日米、先ほどの話と重なるんですが、日米同盟があることによって、これは戦争に巻き込まれるという議論があったんですが、繰り返しになりますが、もし、ウクライナがですね、NATO に入れなくても、例えば米国と同盟関係にあればですね、これは間違いなく、ロシアは手を出せなかったということなんだろうと思います。同盟にはそういう意義があるんだということをですね、我々今回改めて学ぶ機会になったのではないかなと思いますね。そのアメリカのバイデン政権についてなんですが、バイデン政権基本的には厳しい姿勢、中国に対する厳しい姿勢を維持しているんですが、具体策がまだあまり見えてこない。特に経済面での具体策があまり見えてこないという指摘もあります。そして、特にですね、CPTPP ですね、これはバイデン政権だけじゃなくて議会からもですね、加盟に前向きな動き全く見えないという状況が続いてます。これはですね、もちろん国内政治の理由があるんですけれども、選挙等の国内政治を理由にこの CPTPP という非常に重要なものに、背を向けているという状態は、アメリカの中国に対する本気度、これを疑わせるものにもなりかねないという気がするんですが、この点安倍さんどうご覧になってますか。この、今、CPTPP と言われていますが、かつては TPP の12だったりですね。で、その意味はですね、もちろん経済、なんですが、自由な経済圏を作っていく、ハイスタンダードの自由な経済圏を作ってより、発展させていくということでもあったんですが、これ同時にですね、安全保障でもあったはずですね。オバマ政権もそういう認識を示して、いましたね。バイデン大統領もその副大統領であったわけでありますが、残念ながら、今、中間選挙前にですね、なかなかですね、理論が進まないのは大変残念なことであります。まさにこの CPTPP については、米国が、加盟しですね、普遍的価値を共有する多くの国々が入っていますが、その中で、
高いルールのもとに、自由な経済圏を作っていく、まあ、自由な経済圏というのはですね、人や物や、お金がですね、ちゃんとしたルールのもとに自由に行き交う、そして透明性があるという非常に重要な価値観ですから、その価値観を共有する国の中に米国が入っていないということは大変残念なことでありますし、米国にもまたそういう認識をですね、思い起こしてもらいたい。ただ単に、経済圏だけではなくて、このインド太平洋地域、まあ、英国も入ってきますから、相当もう、英国もまあ参加を希望してますが、相当広い範囲になってきましたが、いわばそういう概念を共有する国々の、まあ、コアな、この、まあ、アライアンスに近いものがですね、出来上がるという認識を持ってもらいたいなと思いますね。はい。その CPTPP への加盟申請、台湾、中国ともにしている状態ですけれども、台湾、中国の加盟、これについては、まあ、加盟国、そして日本はどう扱うべきだとお考えですか？まず、台湾なんですが、台湾は、まあ、今まで、被災地、日本のですね、東日本大震災の被災地、産のですね、農林水産品のですね、輸入規制をしていました。まあ、それを、ほとんど撤廃をしていくという、意思をですね、蔡英文総統は示しましたね。これは具体的に今まで CPTPP に加盟する大きな障害が取り除かれたと思います。彼らは、まあ、全てのルールをですね、受け入れていく考えがあるというふうに表明しています。まあ、一方、中国はまだ具体的なですね、どう対応していくかということを述べていませんよね。まあ、例えば、まあ、電子商取引等にからもですね、まあ、サーバーはですね、中国で行わなければいけないという、まあ、基本的な考え方がありますね。それでは、私たちの求めるルールを超えて、ルールに適合しないわけでありますから、まあ、そうしたこともですね、まあ、先ほど申し上げましたように、そもそも CPTPP、TPP12 だったときにですね、描いた、まあ、基本的な構想をも、やっぱり頭の中に置きながらですね、対応していくことが大切だろうと思います。なるほど。はい。そして、まあ、対中国という意味ではですね、まあ、クアッド、まさにクアッドを形作っていくときに中心になられたのが、まあ、安倍さんだと思うんですけれども、そのクアッド、ASEAN、それから、まあ、イギリス、ドイツ、フランスなどとのこう連携の強化ですね、まあ、こういったものを、まあ、その同じ価値観というんですかね、まあ、危機感を共有しながら、まあ、どうさらに連携を深めていくのかということになるんだと思うんですけれども、ただ一方で、例えばインドですとか ASEAN というのは中国に対してまた私たちとは違うスタンスといいますか、非常に微妙な立ち位置にいて、これ以上こちらに引き寄せていく、なかなか簡単ではないと思うんですけれども、まあ、ここまで、まあ、インドなんかを引っ張ってきたのは安倍さんの功績も大きいと思うんですが、これよりもさらに引き込んでいく、それ何が鍵になっていくとお考えですか？あまりですね、まあ、例えばインドに対してはですね、インドの、立場はよく理解しつつですね、対応していくことが求められているんだろうと思います。まあ、クアッドについても、まあ、実は2006年、第一政権ができた時からですね、呼びかけていました。しかし残念ながら、まだ時期早々でですね、局長級の会議ができたんですが、その後私退陣しましたから、途絶えてしまいました。まあ、そこで、まあ、インドに、モディ政権が誕生しましたね。で、彼は議会でもですね、非常に、強い、リーダーシップを、あと多数を持っていましたから、まあ、そうした判断、インドはまあ非同盟主義でありますが、そういうグループにはグループに入るということは非常に慎重だったわけなんですが、まあ、そこで例えば、欧米
と中国、あるいは欧米とロシアという対立に巻き込まれたくないという考え方が強かったんですね。しかし、まあ、日本が入っているということに対してある種の安心感を彼らは持っています。彼らの中国認識、例えば中国認識ですが、これは国境が接していて、事実、よくここでは小さな衝突は起こりますよね。実際起こっていますし、警戒感が強い警戒感を持っています。でも、彼らは今どこまで来れるかということについてはですね、今まで中国インドが取ってきた基本的な方針との相克もありますから、慎重な面もあると思います。それをよく理解しながら進めていくことが大切です。まあ、例えばその中で、クアッドそのもので、軍事的な側面は表面に出しませんが、彼らがやったらマラバールの演習ありますね。マラバールの演習では事実上ですね、日米合意等々で、実際にですね演習をしているということも行われていますから、いかに実を取っていくかということを考えなければならないなと、思います。で、アセアンに対してはですね、やはり、アセアンの、まあ、同じなんですが、彼らの立場を理解しながら、やっぱり枠組みとですね、枠組みとして彼らが個別撃破されないように、アセアン全体としてその中に日本やアメリカも入りながらですね、いろんな意思決定をしていくことも大切だろうなと。アセアンの会議がありますからね、EAS 等の場を利用しながら対応していくことが大切だろうなと思います。まあ、今世界は非常に不安定で、まあ、そうした中で今回のウクライナ危機が起きて、さらに秩序が壊れていく、非常に混乱した世界になっていくのか、それともまあここで踏みとどまるのかという、まあ、非常に重大な岐路に立っているんだと思うんですが、安倍さん、今後の世界どのように予測されてますか？やっぱりこの今の時代においてもですね、かつてほどではないとはいえ、やはり、米国はですね、圧倒的な経済力と圧倒的な軍事力を持っています。ですから、この米国がですね、リーダーシップを発揮していくことは大切だろうと思いますが、まあ、その際ですね、同盟国、あるいは G7 がですね、連携していくことが大切でしょうし、普遍的自由や民主主義や人権、法の支配といった普遍的価値を共有する国々がですね、より結束をしながら、戦後私たちが作り上げてきた国際秩序をしっかりと守り抜いていくことが求められているだろうなと思います。まあ、そういう意味においてはですね、今回のウクライナの出来事に対してですね、同志国はですね、結束をしていると思いますね。なるほど。まあ、その混乱していきかねない世界は、まあ、アメリカだけではなくて、まあ、他のリーダータッグを組んでいく国リーダーも求めているんだと思うんですが、安倍さんはそういう意味も含めて今後再び、総理になるということについてはどんなお考えでしょうか？もう相当私も長くやりましたし、まだ辞めたばかりですので、今しっかりと岸田総理をですね、サポートしていきたいと思っています。はい、分かりました。アメリカの関心ですね、日本に対する関心も非常に高まってまして、それだけ、まあ、日本の重要性、まあ、対中国ということもあって高まっている、だから関心も高いという状況なんだと思うんですが、一方でですね、こうした、シンクタンクですとか、まあ、あるいはワシントン全体の中で、その日本の考え方どこまで伝わっているのかなという感じもしています。まあ、例えば中国一つとっても、日本とアメリカ側で その中国というものに対する見方、まだいぶギャップあるなということも感じたりですとか、まあ、日本が何を考えているかが、まあ、ちゃんとあんまり伝わっていないという時もあります。そういう意味で、まあ、こういう、まあ、シンクタンク、あるいは、まあ、いろんな形でですね、ワシントンで日本のプレゼンスを発揮していくこと、伝えていくことの重要性についてはどんなふうにお考えでしょうか？ウクライナに対するロシアの侵攻がありですね、かつてのですね、米ソの対立のような状況になっていますが、実際国力的にはですね、ロシアと比べて中国は圧倒的に大きな国力と
実戦軍事力、これからさらに増強していくものと見られています。まあ、ですからフロントラインがですね、このインド太平洋に移ってきているわけですね。今はこれ一時的にウクライナの問題がありますが、基本的にはこちらに移ってきている、中においてですね、アジアの国である日本、こそがですね、世界に向けて発信していく必要があるでしょうし、このウィルソンセンターもそうなんですが、アメリカのシンクタンク等々でですね、岸田総理とか外務大臣とかがですね、等も含めて、そこから世界に発信していくことが求められているんだろうなと思います。いや、でそこで相互理解を深めていくことが大切ではないかと思いますね。はい、その意味でも、今日長時間お話しいただきありがとうございました。非常に貴重な情報を伝えることができたんじゃないかなと思います。本当にお忙しい中ありがとうございました。よろしくお願いします。Thank you, Yuichiro and Prime Minister Abe. Next up, Yuichiro is joined by our Wilson Center colleagues, Asia Program Acting Director Shihoko Goto and the Wilson Center's Vice President of Programs and Senior Advisor to the Asia Program, Abe Denmark. Hello, I'm Shihoko Goto, Deputy Director for Geoeconomics and Acting Director of the Asia Program at the Wilson Center. We've just had an exclusive interview with former Japanese Prime Minister Shinzo Abe.And joining me here today to discuss some of the comments made by the Prime Minister are Abe Denmark, Vice President of Programs at the Wilson Center, and the Center's current Japan scholar, Yuichiro Hanazawa, who of course conducted the nearly hour-long interview. Shinzo Abe is Japan's longest-serving Prime Minister. He resigned somewhat unexpectedly in September 2020 due to health concerns, but during his 8 years in office,He came to define Japan's global presence and influence in the 21st century. He was key in developing and implementing the concept of a free and open Indo-Pacific. And at a time when China's global ambitions have been intensifying and US commitment to the Indo-Pacific had been on the wane, Shinzo Abe had been one of the few world leaders who was able to improve relations with Xi Jinping.At the same time, have solid ties with President Donald Trump. Abe was also instrumental in pushing Japan to join the TPP in 2013, which in turn has become the foundation of developing not just a new multilateral trade deal in the form of the CPTPP, but a new economic architecture in the region from which the United States has remained outside of. Of course, Abe has had foreign policy challenges too.Not least being unable to move forward on the continued territorial dispute and inability to ink a peace treaty with Russia, despite having 27 discussions with Putin during his tenure. Japan's relations with South Korea too continue to falter during his time in office. I should note though that even after resigning as prime minister, Shinzo Abe continues to exert considerable influence not only within his own ruling Liberal Democratic Party, but also in defining some of Japan's strategic goals and the role Tokyo plays in the foreign policy sphere. So Yuichiro, as a seasoned reporter for NHK, you followed the prime minister closely over the years, and you had a nearly hour-long one-on-one interview with him. What were your first impressions about Abe since leaving office?And having this candid, unscripted conversation with him. And how did you interpret his comments about Japan's commitment to Ukraine in particular? Thank you so much. What was most impressive for me was that he expressed his strong sense of crisis regarding China and Taiwan contingency with his in-depth words.So, of course, there is the fact that he has moved from the position of prime minister to that of a member of the Diet. But I think it is more that there is actually a heightened sense of crisis in Japan.And the Ukraine crisis has made him feel this even more strongly. Though
through the interview, I recognized again that this Ukraine crisis will be a major historical turning point for Japan and Asia. The rift between China and the West is about to become decidedly incompatible. And Japan is likely to take its own security more seriously and spend more cost by recognizing the risk of China. Regarding the impact of Ukraine crisis to Japan, Mr. Abe said that Japan geographically borders both Russia and China, which has been a security issue for Japan. So he said he wanted to conclude a peace treaty with Russia and cut the link between China and Russia. So it is apparent that China is the greater threat in his mind, and he wanted to focus on threat of China. And however, the Ukraine crisis has made it difficult to negotiate with President Putin in the future. He recognized that the negotiation between Japan and Russia can only be restructured, rebuilt after the war is over and the negotiations between Russia and the West completed. This time, regarding the Ukraine crisis, Japanese government has been taking more proactive stance than it has been in the past. I think, of course, it is partly because that situation in Ukraine has been really serious and shocking. But Mr. Abe pointed that imposing tough sanctions on Russia will prevent the same thing from happening in Asia. This is shared feeling among Japanese society right now. This time, Ukraine crisis has increased the sense of crisis against China in Japan. And there are several reasons. One of the reasons is that the response of China. Since Russia invaded Ukraine, China has refused to criticize Russia and participate in economic sanctions. And the Chinese state run media blamed the US, not Russia, arguing that world should not focus on what is happening in Ukraine, but to focus on that US has created the cause of this invasion. This is exactly the same logic as President Putin. A very dangerous idea lacks here that the invasion and the sacrifices of the citizens can be justified for the sake of what the country considers justice. And that means what they're gonna do can be based on their own justice, not international laws and universal values. And the second reason is that the reality has been beyond the expectation of many experts. This time, Russia has decided full-scale invasion of Ukraine, contrary to the expectation of many experts and perhaps Western governments. So Japanese people think anything can happen beyond the expectation, also on Taiwan and the Senkaku. And the third reason is the calculation of China, that President Biden ruled out US military intervention as early as December 8th. And he has denied it ever since. The people in Japan are concerned that China might take this as a sign that the US cannot intervene in the Taiwan contingency, especially if threatened with nuclear weapons. All these situations have increased the sense of crisis to China in Japan. So, and that is what I can feel from his comment as well. Great, thank you so much, Yuichiro, for that insight about
Japan really stepping up in the international effort to come to the aid of Ukraine, but always with the understanding of the bigger threat that is being posed to Japan, that is to say the China threat growing as a result. The Prime Minister also talked about, quote, restructuring how to negotiate a peace treaty between Japan and Russia. I should remind viewers that this was actually recorded late last week. And since then, Moscow has announced that it is stopping peace talks with Tokyo in protest against Japan's actions against Russia in support of Ukraine. The allies and Washington in particular have been surprised by Japan's forceful intervention, forceful inclusion amongst the Western powers to push back against Russia, which really does contrast sharply with its involvement when Russia invaded Crimea. How do you see Japan's commitment to international efforts to push back against authoritarian rule? And how did you, Abe, interpret some of the comments that the Prime Minister made about Ukraine and Japan's involvement? Yeah, and first, just congratulations to Yuichiro for interviewing the Prime Minister. I thought it was a very interesting discussion and really a highlight of all the great work that Shihoko has been leading for several years on Japan. And so on, one of the things that really stuck out to me in this discussion on the subjects that you raised first was the continued focus on somehow securing a peace treaty with Russia on these issues, despite all that we've seen over the last month or so of the war. But even before that, we've seen very little interest from Moscow on really coming to a real conclusion on those negotiations. The fact that this is still a priority for the former prime minister to me is quite interesting and quite telling. On Ukraine itself, there was a theme of the prime minister's remarks that I wanted to highlight that I thought was very interesting, is that he saw Ukraine's invasion as justifying and highlighting the importance of the U.S.-Japan alliance and of collective self-defense. That he talked about how Russia would not dare touch the Baltic states because they're a member of NATO. And even when it came to Taiwan, when people talk about Taiwan's status, how Taiwan's not a member of the UN, the United States does not formally recognize Taiwan. And he notes that Ukraine, a member of the UN, that still didn't stop Russia, but that Russia would not have dared, as he said, Russia definitely would not have put its hands into Ukraine had it been allied with the United States. And I think he sees that as the key determinant of why Russia has gone after Ukraine and not some of the other countries in its periphery, but also why the U.S.-Japan alliance is so important. And also it feeds into his arguments seeming to call for the United States to reconsider its strategic ambiguity as it relates to its commitment to defend Taiwan. And the linkages that he drew between Ukraine, the U.S.-Japan alliance, and Taiwan, I thought were very interesting and very important points to make. And something I think for American policymakers to think about, both in terms of our relationship with Taiwan, but even more importantly, I think, the potential breadth of the U.S.-Japan alliance and where it can move from there. So going in, delving a little bit deeper into the idea of collective self-defense, one of the topics that's been raised since Ukraine's invasion has been about an Asian version of NATO. And the Prime Minister was asked about that and responded that the political realities in the region make such a concept difficult. Did that comment surprise either of you? And I should also add that he said Japan should also step up its own efforts for enhancing its own security capabilities, and said to the effect Japan must also continue in its effort to strengthen its defense capabilities
Germany has also made the decision to increase defense spending to 2%. I think it is important for Japan to set aside a budget increase to increase its defense capabilities as well. Any thoughts? I wasn't terribly surprised that he called for stronger relations with the Quad, called for the major European powers to be more engaged, all within the context of deterring China. That all seemed fairly consistent with his policies when he was prime minister, as were the calls for Japan to do more and to invest more in its self-defense capabilities. To me, what was striking was his description of Taiwan contingencies and the interest that they had for Japan. The line that really struck out to me was when he said, a Taiwan contingency is a Japan contingency and a US-Japan alliance contingency. That direct relationship, I think, is a very important development and an important message to be sent to policymakers in Washington and in Tokyo. There has been, especially with in the past year of the Biden administration, more open discussion about the role of Taiwan in the US-Japan alliance and Japan's interest in Taiwan contingencies and Japan's interest in Taiwan more broadly. And this, to me, really pushed the issue hard, and especially his statement that we need to discuss these contingencies in advance as part of our broader alliance planning. I thought that was a very important piece. So Yuichiro, one of Prime Minister Abe's ambitions had been to move forward with Japan's constitutional reform. It ended up being constitutional reinterpretation. This development in Ukraine has only intensified Japan's interest in beefing up its own security capabilities. What about public opinion? Abe has gone out since leaving office to discuss the Taiwan threat very vocally. He's now discussing this issue about Ukraine very publicly as well. How has Japanese public opinion shifted? Is it moving more towards what the Prime Minister has been discussing and pushing for since he took office? Yeah, that is really important point. And first, regarding Taiwan contingency, as Abe said, Mr. Abe said that the U.S. should abandon its strategic ambiguity toward Taiwan. This is also something that several experts and former senior officials have been saying recently in Japan. Such kind of discussion is now taking place very actively. And Mr. Abe also said that the discussions in Japan are necessary, and that Japan and the U.S. must clearly show that we will respond firmly in the event of Taiwan contingency for deterring China from using force. And he explained several possibilities of the response of Japan to Taiwan contingency. Let me explain about this, that the national security legislation was enacted in 2015 and the Abe administration. If China invades Taiwan militarily, the self-defense forces may be allowed to deploy the destroyers to the waters near Taiwan to protect, escort U.S. military vessels in some case. It depends on how dangerous the Japanese government and the Diet deem the situation to be. I have talked with several government officials, but as for how far the self-defense forces will go is evaluated differently by each person. But there have been concerns in Japan that if Japan or U.S. destroyers are attacked by Chinese forces there, Japan will be drawn into the war. And furthermore, most Japanese don't recognize such situation can be happen. So even if the government has laws in place
and the capabilities to do so, the government cannot make the decision without the understanding of the public. Therefore, he said, Japanese society need to deepen the discussion, and it also, and I also think so. And so strategic ambiguity is partly for avoiding crossing the Chinese red line, and partly for not encouraging Taiwan's pro-independence group to declare independence, right? There are two aspects to this. But Mr. Abe stated that this time there is no need to worry about the situation out of control of the pro-independence group, because the majority of Taiwanese are in favor of maintaining the status quo. That what Mr. Abe said. So let me bring to the table another controversial topic, especially in Japan, about nuclear security, which you raised with the Prime Minister Yuichiro. Nuclear security and the effectiveness of nuclear deterrence. When he was asked about it, Prime Minister said that, quote, we shouldn't see it as a taboo to discuss how our security is maintained. And he added that we have to discuss how we protect our people from nuclear threat. Is the timing ripe for Japan to have this discussion about nuclear deterrence, nuclear sharing, what role it can play, whether it should play a role? I'm not sure it's the right timing or not, but Mr. Abe recently stated that the nuclear sharing should be discussed without taboo, and this statement had a great impact on society, as you know. And he didn't say Japan should take the policy of nuclear sharing this time too. He said that it's very difficult for Japan to make such a choice, but we must discuss how to protect ourselves from nuclear threat. And using NATO as an example, he explained that they took such steps to enhance nuclear deterrence. And looking at the current situation of this issue, I think we can see two aspects of Japan. One is the change of the society. In the past, if such a powerful famous politicians said about nuclear sharing, the discussion would have ended with a strong backlash. But this time, the response of the society is not so severe. Of course, there is some criticism, but more than 60% of the respondents said that the discussion itself should be done, even if most of them are against that the nuclear sharing. The another point is that there is skepticism on the Japanese side about the new US nuclear umbrella. They want to make nuclear deterrence more reliable through nuclear sharing. This skepticism might be getting bigger. That might be because Russia has hinted as a nuclear attack, and the US has not intervened. So in Japan, there is growing concern that China might use the same approach. And it may be also because several experts in Washington, DC has been arguing that the US should not get involved in the Taiwan contingency or the even Senka crisis. In other words, we can see that trust regarding nuclear deterrence is not enough in Japan. So the US and Japan should discuss
in about this issue in the several level, not only the government level, but also the think tank like this. That's what I think. I don't know if you want to add to that, Abe. If you do, okay. Yeah. No, I think the points are right on. The NATO, the way the US conducts nuclear sharing with its non-nuclear allies in NATO is quite particular. And it's a reflection of the peculiarities of NATO that evolved over decades during the Cold War. And I think for the same reasons the Prime Minister thought that NATO in Asia wasn't a good match for the Indo-Pacific, I think similarly the way we conduct nuclear sharing in Europe is different than the way that we can pursue enhanced deterrence and reassurance at the nuclear level in Asia. But that those are sort of new areas of research that I agree need to be discussed. It's an area of focus that I've had for a few years and others as well. But I think absolutely there's a need to discuss how better to integrate Japan and other allies that we have in the Indo-Pacific in U.S. deterrence and reassurance at both the conventional and the nuclear level. Let me turn to the topic of the Quad. The Prime Minister said that in strengthening the U.S.-Japan alliance, we will deeply cooperate in the security field within the framework of Japan-U.S.-Australia-India relations. But at the same time, he warns India has shown a strong will that it did not want to get caught in a confrontation between the West and China or the West and Russia. But they are feeling a certain degree of comfort in having Japan in the group. Yuichiro, what role can Japan play to ensure that India remains part of the Quad, if indeed the Quad can remain a robust grouping of like-minded countries in promoting democratic values and the rule of law? Yeah, that's the big point for Japan. And I think that Mr. Abe is known to have a really good relationship with Indian Prime Minister Modi, and then also that Australian Prime Minister Abbott at the time. And then he used such a personal good relationship with the leaders to draw them as a country to that kind of camps against China, and especially India. India has a very sensitive and then a kind of neutral stance in this sense. But he used this good personal relationship with Prime Minister Modi and then draw to into that the this side, the US and the Japanese side, and then formed the Quad. And it's well known that he advocated that initiative of the free and open in the Pacific, right? But now still it's not so easy for Japan and the US to make the India to have a same stance with us against China. This time, Prime Minister Kishida visited India and they have a summit with Prime Minister Modi before G7 summit. And then he tried to pass away the Prime Minister Modi and to have more tough stance against Russia. So I think that the Japanese government will develop this kind of the actions and then make the alliance, the relationship deeper, and the cooperation is getting better. If I could, I know we're running short of time, but I wanted to ask Shihoko a question if I could. I know that's against what we've been doing, counter to what we've been doing so far, but
towards the end of the discussion with the Prime Minister, there was a lot of there was a commentary about the CPTPP, and the Prime Minister lamented the fact that the United States has not joined the CPTPP. Curious, Shihoka, if you could comment on how you see this issue as it currently stands in Japan, and the view of the United States and our economic policy, and where you think realistically the U.S. can go in terms of economic and trade policy as it relates to the Indo-Pacific. Right. So every government official from the prime minister downwards still makes a point in public forums to talk about the CPTPP and to encourage the United States to reconsider. At the same time, there is recognition in Tokyo that due to domestic political concerns, the United States is not going to be joining any multilateral free trade agreement anytime soon, including the CPTPP. What Abe talked about subsequent to discussing his disappointment about the United States not being part of it was this whole new challenge for the CPTPP, which is the accession of new member countries. And this is really going to be a place where Japan plays a tremendous role. Japan had been instrumental in ensuring that the CPTPP was concluded and is in effect at the moment after the United States withdrew. Now, China wants to join, the UK wants to join, Taiwan wants to join, South Korea wants to join. It's going to be incredibly difficult. The Prime Minister talked about Taiwan essentially being accession ready, especially since it made some concessions to controversial imports of foodstuff from Japan's Fukushima prefecture. He also pointed out that China had a lot of challenges just looking at it from a trade perspective about its ability to be at the high standards that is required from a CPTPP member country. But of course, the importance of this trade deal is less about market access or tariff reduction. It really provides this framework to focus on commonalities between disparate countries, about focusing on transparency and the rule of law. These are values that the United States is at the forefront of. Abe pointed this out too. But at the same time, the United States is not part of. Washington is trying to come up with a new economic framework for the Indo-Pacific, which it is being released gradually. It's going to be a much more a la carte approach to trade negotiations, looking at specific issues. The expectation is that countries like Japan would sign on to the framework that the United States would outline, but it won't necessarily garner the support of a broader Asia. And again, if the goal of this exercise is to have greater cooperation amongst countries, then US leadership on the economic front is actually not moving in that direction, unfortunately. So I think time is running short, but before we call it a day, I do want to ask Yuichiro a question he asked to the Prime Minister about his aspirations to run again before the Prime Minister. The amazing thing about this interview, of course, is not just the fact that he has been Japan's longest serving Prime Minister, but there is a great deal of public expectation that he might lead the country again. And certainly at a time when there is so much uncertainty and fluctuation in the international order, Japan needs a strong leader. The world needs a strong, politically stable Japan. What do you think about Prime Minister Abe's political future? Yeah, thank you. That's a really difficult question. I think there is, of course, a possibility that Mr. Abe will become Prime Minister again. And myself, I was told by the other person in the Japanese politics, told me that it's possible
But he, so I asked him, but he did not say clearly about the future of him. So I'm not sure. However, that now Prime Minister Kishida showed us really good leadership, especially regarding the diplomacy, like visiting the India and the Vietnam, and have a proactive stance against the Ukraine crisis. So, and however, that the House of Councillors election will be in July this year. And I think that Prime Minister Kishida wants to keep the situation as it is until then. And then I think after the election, more in-depth discussion will be taking place. And Japan become more active in terms of security and the China issue. And currently, the importance of the US-Japan alliance is growing in both countries as a result of the growing sense of crisis against China. And unity and cooperation are more important than ever. What is worrisome in this context is that there is still some gap in the views on China between US and Japan. And skepticism exists on the Japanese side as to whether the US really intervene militarily in Taiwan contingency, and whether the US nuclear umbrella is truly reliable. In order to deepen the cooperation in the future, Japan and the US will need to deepen a discussion at the government level and as well as think tank level, and make effort to expand common underground understanding. And the Kishida administration is now really showing the good leadership this time. And in the future, I think that the Japan will develop this kind of the more active diplomacy, in which it will more active in Asia and in the world, and dealing with its own security more proactively. Great, thank you. And thank you, Yuichiro, again for securing this interview and allowing the Wilson Center to play a role in furthering the conversation between the United States and Japan. And thank you, Abe, for joining us today. And that's it from us from here in Washington. Thank you, Shihoko. Shihoko, Yuichiro, and Abe, thank you for a terrific discussion and also for the interview with Prime Minister Abe. For more insights and analysis from the Wilson Center's Asia program, visit us on the web at wilsoncenter.org. And thanks for joining us for this special presentation. For all of us at the Wilson Center, I'm John Molesky. Thanks for watching.